クと中本が、いかりや長介と共に、長年にわたって繰り広げた人気コント、雷様がこの特番で、久々に復活。香木と中本が雲の上で、いつものように愚痴を言い合っているところに、雷の二人がやってくる。ちょうど新メンバーを入れようかどうか悩んでいたという雷様の元を訪れた雷の運命とは。さらに香木が人生で初めてという、とあることに挑み、これには雷学ぶが収録後、光栄ですと話した。とある家庭が舞台のコントでは、加藤が定年退職を迎える父親、中本が妻、香木が娘、雷が息子役を演じる。同僚役の劇団一人、カンニング竹山、ガンバレルーヤと会社の送別会でつい飲みすぎてしまった加藤の酔っ払い姿が楽しめそうだ。またコント、薬飲みなさい、で加藤が丸メガネにちょびひげ姿のおなじみのキャラクターで登場。子供役の原市沢部らと小気味いいテンポでやりとりを繰り広げる。収録前には緊張の面持ちが隠せない後輩芸人に加藤が自分なりのダメだこりゃ、でいいんだからとアドバイスを送る場面も。ドリフの名作コントがリメイクされるこの特番で、ドリフ本人が見せる笑いを堪能しよう。高木ブー、雷様の衣装は久しぶりだったよね。設定は今も昔も同じだけど、セットはなんだか豪華になっていたかな、笑い。あと長さんがいない雷様は初めてだったし、久しぶりだったね。長さんなしでやるっていうのは、私としては冒険。でも私なりには良かったと思っているし、楽しかったよ。中本浩二、久しぶりのコントで上がっちゃったよ。なんか、こう緊張しちゃったんだよな。ただ、今回一緒に雷様をやった雷の二人も楽しくやってくれていたんじゃないかな。あと、長さんがいないと稽古が短くていいね。自分がわかるまでやら、されるから、2、3回じゃ終わらないもん、笑い。本当に、久しぶりの雷様は、楽しかったですよ。見ている人が面白いと思うかは、別問題だけどね、笑い。加藤茶、コントをやるということにワクワクしましたよね。それに、今まであまりなかったんですが、若い人たちとコントをやるというのは、楽しみでしたし興奮しました。コントに挑戦してくれた姿を見ていても、みんなよくやってくれたなぁと思いましたね。すごく楽しかったもん。見ているお客さんも、こういうドリフのコントに挑戦しているのを見るというのは初めてなので、すごく興奮していただけると思いますよ。見ていて楽しいんじゃないかな。3人になっちゃったけど、ドリフ、まだまだ頑張ってるよ。ってところを、視聴者の皆さんや、長さん、志村、新井さんたちにも見てもらいたいですね。